のブックフェスティバルにて、2007年ジョナサン・サ・フランフォアは、アメリカ合衆国の小説家。ワシントン DC にて、ユダヤ人の家庭に次男として生まれる。父エディソンは弁護士、母エスターは、ポーランド出身で PR 会社の社長である。プリンストン大学在学中、創作家で、ジョイス・キャロル・オーツに才能を見出された。卒業後マウント・サイナイ医科大学に短期間通った、後、 2002年、Everything is Illuminated でデビュー。ウクライナでルーツ探しをするアメリカ人青年をコミカルに描いた本作は、全米でベストセラーとなり、ガーディアン新人賞、全米ユダヤ図書賞、ニューヨーク公共図書館和歌実賞などを受賞、30カ国語に翻訳されている。2005年の長編、第2作、ものすごくうるさくてありえないほど近いでは、 アメリカ同時多発テロで父親を失った少年の冒険を描いており、ロサンゼルスタイムズ、ワシントンポストブックワールド、シカゴトリビューンほか各紙で、ブックオブザイヤーに選ばれるなどこちらも話題作となった。2009年には、食をテーマとしたノンフィクション、イーティングアニマル。2010年には、ブルーノ・シュルツの短編集を下敷きにしたツリー・オブ・コーズを発表している。彼の作品は、 ビジュアルライティングといわれる視覚的実験に特徴があり、タイポグラフィによる実験や写真、図版の挿入などが試みられている。イルミネーテッドは2005年にリーブ・シュレーバーにより映画化され、ありえない、ほど近いも、スティーブン・ダルドリー監督で2011年に映画化された。アニ・フランクリンは、サッカーが世界を解明するの著書がある、ニューリーパブリック編集者、弟ジョシュアは、 記憶術の著書がある、フリーランスジャーナリスト。また妻、ニコール・クラウスも、ヒストリー・オブ・ラブなどの作品がある小説家である。ありがとうございます。